失礼させてもらいました。ありがとうございます。次の曲のちょっとか説明というか、奇跡自体がね、そう続くもんでもないんですけど、でもよくよく考えてみればね、こういうところで歌えるっていうのも、まあ、奇跡の一つや思います。じゃあ奇跡聴いてください。フューチャリングライトブルーさんでした。もう一度大きな拍手をお願いします。